バンブーアトラス。バンブーアトラス。1979年4月27日から2003年1月8日は、日本のサラブレッド競争馬。1982年の東京優秀、日本ダービー優勝馬であり、同年優秀賞最優秀4歳ボバを受賞した。主戦騎手は、岩本一蔵。種ボバとしても1989年の菊花賞、優勝馬バンブービギンなど7頭の、 中央競馬重賞勝利馬を輩出した。1979年、北海道浦河町のバンブー牧場に生まれる。父ジムフレンチは1977年に、フランスから輸入されたシュ馬で、本馬は、その初年度産区。母バンブーシザラは、競争馬時代に六勝を上げている。幼ごまの頃からバランスの良い馬体を持ち、期待を受けたが、2歳の秋に股関節を脱臼。 様々な手段を講じて治療に努めたが全開に至らず、一時はデビューを危ぶまれた。最終的には、ダメでもともと、とりあえず走らせてみるという結論に達し、牧場主、武田春夫の父、達一の所有馬として、滋賀県立東トレーニングセンターの伏瀬忠だし馬屋に入った。1981年10月、京都競馬場の新馬線でデビュー。伏せ休車に所属する。 岩本一蔵を安城に、初戦は三着であった。その後脚部に不安を生じて、休養に入り、翌年1月31日の未勝利戦で、初勝利を挙げた。次走の400万下条件戦も連勝したが、続く800万下条件戦で二着と敗れたため、4歳、クラシック初戦のサツキ賞を断念し、目標を東京優秀に切り替えた。4月3日に、 条件特別戦で3勝目を挙げた後、東京優春への前哨戦として、NHK 杯、ダービートライアルに出走。12番人気と低評価だったが、カッタースワンから3場審査の6着と一定の走りを、見せた。5月30日に、東京優春に臨み、当日は28頭立て7番人気の評価であった。レースは1度目のスタート時に乾杯を起こして、外枠発走で、 再スタートしたロングヒエンが逃げる中で先行集団の中を進み最後の直線半ばで馬群から抜け出して先頭に立ったゴール前は直後を追ってきていた若天山2番人気を半馬身抑えて優勝総派タイム2分26秒後は1979年の優勝馬カズラの敗成庫の記録を0.8秒更新するレースレコードであった騎手、調教師 馬種、生産者のいずれにとっても、これが初めての八大競争優勝となった。この勝利の様子は、翌年に優勢賞が発行した第50回日本ラービー記念切手にもモデルとして使用された。東京優秀の後は休養に入り、秋はクラシック2巻となる菊花賞を目標に神戸新聞杯から指導した。 ダービー場であるにもかかわらずハットを立て4番人気という評価で、レースは後方から一気の追い込みを見せながら、勝った萩野カムよから二馬身余りの差での三着となった。この競争後、骨折を生じていたことが判明し、菊花賞を断念。以後復帰できず、そのまま競争場を引退した。引退後は、種母バとなり、北海道の日高慶詩は農協。 おぎふしたねうまばでつなぎようされた。初年度3区から抽選場のストロングレディがクイーンステークスを制して3区が重賞初勝利を挙げ、1989年にはバンブー牧場の生産でフセが管理したバンブービギンが菊花賞を制し、父の無念を払わしたと言われた。フセはバンブーアトラスが菊花賞で好勝負できると確信を持ちながら出走させられなかったことを長く、 心残りとしており、普段ささやかな祝杯を、さすがに、目いっぱい、関係者とあげましたと語っている。また岩本は、同年3月に騎手を引退して調教師に、転身しており、バンブービギンで、菊花賞を勝てなかったことが、心残りとした。以後も中距離重傷路線で活躍したエルカーサリバー、などコンスタントに、重症勝利バを排出し、 内国産有力守護場の一頭に数えられた。2002年以降3区はなく、2003年1月8日、かねて発症していた、低要炎の悪化により死亡した。22歳、旧表記23歳没。競争名太地は8大競争。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。太地は、g i 級競争。本場の主戦騎手を務めた。 岩本一蔵の幼馴染に、TM の冠無名で知られる場所、竹園正室がいる。両者は共に、鹿児島県垂水町の出身で、少年の頃から親しく付き合っていたが、畜園は高校卒業後に実業家を志して上京したため、以後は長らく没交渉となっていた。しかしバンブーアトラスがダービーを制した際、畜園は、 小力手インタビューを受ける岩本の姿を偶然に手火で発見した。祝園は人づてに岩本は花屋に就職した聞いていたため非常に驚き、同時に立派になったな。俺は馬主になって岩本に再会しようと決意した。その後、祝園は自身が創業した定務技研の成功によって馬主資格を取得し、志通りに馬主として岩本と再会した。その後は、 バッシュ、調教師の関係で、GI 競争7章のテームオペラ王を輩出するなど、広く知られたコンビとなっている。五代母に、アーガー・ハーン三世が生産した、エプソム・オークス優勝馬、ウダイプールがおり、同馬から連なる、メス系には、数々の活躍馬がいる。母バンブーシザラのいとこには二度の全日本、リーディング・サイアーを獲得した、アローエクスプレス。 ヒーババのいとこに同7回のヒンドスタン、他同メス系の出身場に、アメリカのブリーダーズカップフクシック第1回優勝場、ワイルドアゲインなどがいる。また、おじのファストバンブーは、重賞2勝を挙げている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。